夜中に走りたくなることができます。は、そんなわけで今回は倍速で流すドライブで行ってみたいと思います。太田市の県道69号を大ままに向かって走ります。今回の目的は2箇所、桐生市じゃなくて緑市のレトロ自販機、もう一つは昔行った夜景が見られそうなところ、関越自動車道赤城インターの近く。地図で見るとこんな感じ、ちょうど山の反対側に位置しています。めんどくさいね。それで最初に緑市の方に向かっとるわけですが、これもなかなか遠い。やっと大ままの市街地、旧大まま町です、現緑市となっております。桐生市とは合併したくないとかで笠掛町、吾妻町と一緒に緑市になったんですが、そのおかげで桐生市は飛び地ができたり、一部では桐生市に合併しようと考えてる人もいるとか。難しいね。それにしてもこの通りは明るいね。道は狭いんだけどね。商店街だから昼間は店舗前に路駐とか多かった気がするけど、今はどうなのかな。国道122号、このまま行くと栃木県日光市まで行けるんだけど、高速で行くより早かったりするんだよね。それもあって交通量は本当多いと思う。混みそうな時間帯に通るときは覚悟しよう。街中は信号も多いからね。そんなこんなで福岡大橋まで来ました。ここから渡瀬川と並走しながらズズーッと山道を登っていきます。見た目より勾配があるんです。帰りはほぼ下りなので楽々。急カーブもちらほらあったり、橋のつなぎ目とかも危ないところが何箇所かあったり、大型もよく通るし、あんまり走りやすい道じゃないのかもしれない。それでとりあえずこっちの方に来たんだけど、正確な場所を調べてないので、まずは道の駅かな。そんな感じで道の駅に到着。明るいね。明るいのコンビニだけど、まあ夜中ならコンビニの方が便利かもね。駐車場は一方通行なので気をつけよう。場所もなんとなく分かったので出発。ここの道の駅はパンの自販機があったね。美味しくないやつ、いや好みの問題か。それで目的の自販機はあと5キロくらい。この道は何回か通ったことあるんだけど、そんな自販機ばっかりのところあったかな。自販機だし気にしてないと目に入らないかな。途中にあったメロディーライン、何の動揺かわからんね。ウサギとカメだったんだけど、適当にラッパ鳴らしてる感じが割と好き。そろそろ目的地のはずなんだけど、どこかな。こっちからだと右側にあるはず。自販機だし光ってて明るいかなって思うんだけど、どうだろう。写真とかで見る限りなんか目立たない建物だったんだよね。もう一回確認した方がいいかも。それらしきものなかったし通り過ぎたかも。
これかな。適当に止めちゃっていい感じ。中はこんな感じ。さすがに平日の夜中は誰もいないか。記念に唐揚げラーメン食べてきた。初めて食べたけど変わった麺だね。伸びにくい感じのする。結構食感は固め。即席とかとも違うし、まずくはないけど美味しいって思うほどでもなかったかな。でも300円なら悪くないんじゃないかな。ちなみに買ったら売り切れになった。結構売れてる。こっちの自販機にパンがあったんだけど、ラベルにバタートップってあったから買ってみた。やっぱりパン屋さんだよね。聞いたことあったし。伊勢崎店は知らないけど、こんなところまで納品してるんだね。という感じで一つ目の目標クリア。コロナのおかげかな。人もいなかったし、扉も開放されてたし、これ閉まってたら入りづらい感じあるよね。あと奥側の方が駐車場広かったみたい。はい、それじゃもう一つの目的地に向かって。もう進んでるんだけど、またえらい道を走らされてるわけで、さっきの通り国道122号から国道353号に抜ける道を走ってます。大間市街地まで戻れば交差してるんですけどね。こっちの方が近いらしいです。この道カーブの内側を何箇所も工事してたけど、トラックを通そうとしてるのかな。上に3体置き場らしきものを作ってたし、それにしたってすれ違えない狭さなんですけど、国道353号に乗りました。あとはこの道をまっすぐ赤城山に沿って進むだけです。この辺りでも景色が開けてる場所があって、遠くが見渡せたりするんだけど止められるところがないんだよな。もったいないね。道の駅富士見まで来ました。昼間は寄ったことあったけど夜は初めてかも。というのも暗くてどこが入り口なのかわからなくて、気づいたら通り過ぎてました。それで戻ってきて駐車場からの夜景、まあ眺めはいいですが駐車場なんで。道路の向こう側に行ければいいかもね。はい、さらにまっすぐ道なりに来て赤城インターの近く、確かこの辺りのはずだったんだけど、夜景はどちらかというと西、おそらく渋川辺りが見渡せるところだったんだけど、残ってるかな。北の昭和インターのところはいつの間にかいい道ができててびっくりした。国道17号は利根川を挟んだ向こう側、谷の向こう側だから登ったり降りたりで結構不便だったからね。インターが見えてきた。これを越えた先につづら折りのカーブがあるはずなんだけど、それよりもだいぶ下ってる。あれ、ここかも。でもなんか違う。このカーブの内側何もない空き地みたいな感じだったはず。そしてあんまり景色見られないし、場所が違う。あ、右側に入れそうな場所があったけど、ここはダメなところじゃないか。なんか古い道路の跡もあるし、このカーブの上にちょっとした駐車場がありました。真っ暗でわからなかったけど出入り口の段差がひどい。一応観光用の駐車場だったみたい。夜中は真っ暗で案内板よく見えなかったけどね。狭い場所で4台くらいしか置けなさそうな場所だったけど、記憶と全然違う。フラッシュやたら白くなるのクリアのスマホケースのせいかな。いや、ほんとここじゃなかったのかな。駐車場なんてなかった代わりにガードレールか柵に囲まれたスペースがあったんだよね。そこに車を置けばいいのかなんて思ってたんだけど、そんなところないね。夜景見えなくはないけど、ここはもう真っ暗だから昼間来た方がいいんじゃない。